願いします。集中しよう。よろしくお願いします。じゃあお願いします。これあげないとね、いつもあげますでしょ。20日金曜日午後の6時を回りました。サオリーの小部屋第6回目の放送でございます。いつも聞いてくださってる皆さんありがとうございます。今日も来てくださってるファンの方もいらっしゃっててね、あとなんと今日来たらお花も届いておりました。ありがとうございます。そんな感じでまだね暑い日もたまにあるんですけど、夜はどんどん涼しくなってきて、どんどん秋の気候に変わってきたのかなって感じなんですが、寒暖差が激しいのでね、皆さん風邪には、気をつけてください。あと今日はなんとゲストの方もお呼びしているので、いつも以上に張り切っていきたいと思います。ということで早速ですが、いつものあれお聞きください。沙織でモーニングクローリーみたいな感じで進んでいきます。これもちゃんとね言いますね。聞いてこれシュガーペンも弾いてくれてる。シュガーペン弾いてくれてる。懐かしいなこれ。ね、これね。懐かしい。もういいかな。オープニングコールそんなにいつも長く話せない。地味にね、危惧してるのが、うん、お腹が鳴らないか。マジで、お腹空いてるの。ちょっと鳴ってるんですか。そこは拾わないと思うけど、このね、ベータ57が僕のお腹の音を拾ったらまずいな。できるだけこうやって。そうですね、そうですね。難しいな。もう2年経つんですよね。2017年、うん、最近ちょっとね、時間の感覚を失いつつあるんで、もう2年か。私もう自分の年が最近毎回分かんなくなりますよね。パッと聞かれてもね、1なのか2なのか分かんなくて、この後はね、明日僕が MD のライブがあるんですけど、はいはいはい、ちょっとね、うん、ついに練習かなみたいな。今までは要はリハとかやってても、うん、ナローの仕事はまず譜面を書くことだったんで、はい、回ってるんで、ね、気をつけて。ちょっと恥ずかしい。そういうことなんで、うん、今では、あ、そっか、そう、譜面を書いて皆さんにいい仕事してもらう。なるほど。でもついに先日、うん、俺が練習をする。明日だしね。そう。それは練習してほしい。そうです。受ける。いやでもほらね、持ってるから。いや大丈夫です。違うんです。今から努力するんです。努力と気合で乗り切る。そう。前日のどこでやるんですか。三軒茶屋、グレープフルーツも、うん、そういうのも全然告知してくださいよ。しちゃう？まあ、でも一般入れる、一般っていうか売り切れてる。ん？セッションですか？セッション、いやいやいや、女優さん2人の、すごいデュオライブみたいなやつですね、うんうんうん、いいな。まだ切符あるのかな。
切符切符切って、あ、じゃあ切ってる、チケットチケット真面目にやろうお花かわいい、あ、かわいい、お腹のお腹確かに空いてきたな、懐かしい、これ入れる入れ物ある、あ、ありますか、本を抱えて帰ります電車1本なんでこれはさすがにちょっと取るけど、そうやこうやって小脇に抱えて小脇に抱えてはい、お願いします、聴きいただきましたのはサオリでモーニンググローリーでした。もう6回ね続けてずっと流してるんで、さすがに聴いてくれてる方は覚えてくれたかなと思っております。まだまだ流します。まあね、夏ねもうあっという間に終わっちゃった感じなんですけれども、今年は去年と比べたら充実した夏になったんじゃないかなと個人的に思ってはおりますがね、今年も暑かった、毎年言ってる気がしますが、熱中症を恐れてなるべくね、外に出ないようにインドアな生活はしておりましたが、やっぱりね暑い日に飲むビールは今年も美味しかったです。そんな感じでたくさん、お便りを本日もいただいておりますので紹介させていただきたいと思います。皆さんありがとうございます。ではまず、ヤクルトスワローズ大好きサッカーコーチさんからのお便りです。ありがとうございます。サオリンこんにちは、毎月、この放送を聞きながら応援していますよ。サオリン今月誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本番は来週ですよね。でもこの放送でおめでとうメッセージを言えてよかったな。昨年はバースデーライブに行ってお祝いしましたけど、あれからもう1年経ったんですね。早くないですか。サオリンもこの1年いろんなことがあったと思いますが、また来年の誕生日に向けて頑張ってください。またこの放送でメッセージ送ります。ありがとうございます。ヤクルトスワローズ大好きサッカーコーチさん、そうなんです。私今月誕生日でございまして、今多分ねそれでお花を送ってくださった方がいてね、届いててびっくりしたんですけれども、本当にありがとうございます。毎年ね9月になるとライブをやっていて、リリースもそれに合わせてしていたんですけど、去年一旦バースデーライブを最後にライブ活動をお休みして制作期間にします、1年間修行してきますってことでちょっとお休みさせていただいておりまして、今年どんぐらいだろう、6、7年ぶりぐらいかな、6、7年ぶりぐらいにもライブ、誕生日の当日はライブの予定もなく、今とこんなにも予定が立ってないので、のんびり過ごそうかなと思っております。どうやって過ごそうかな。早くねたくさんの曲作って、たくさんの人に聴いてもらいたいです。新曲も早く発表したいなと思ってます。ヤクルトスワローズ大好きサッカーコーチさん、いつもありがとうございます。そう、新曲って話が出たんですけれども、ちょっとお知らせというかもうさせていただきたくて、この度ですねちょっとあるプロジェクトを、参加させていただいております。プロジェクトにジェフレトロというプロジェクトなんですけれども、この度、フューチャリングで私歌と歌詞を担当させていただいております。先日 YouTube が公開になったんですけれども、面白いプロジェクトなので紹介させていただきたいと思います。まずジェフレトロというものは何なのか、こちらがですね YouTube からの引用になりますが、作詞作曲トラックメイクエンジニアまで行うプロデューサー、一人でやってても面白くないので聞いてくれた人見てくれた人からのコメントをできる限り取り入れてみんなで作っていくプロジェクトです。
アイディア、モデル、シンガー、トラックメーカー、演奏者などなど一緒に遊んでゆるく制作したい人も募集してます、経験なくても興味があればやってしまおうがこのプロジェクトのモットーですということなんですけれども、今回ね参加させていただいて記念すべき1曲目に参加させてもらったんですけれども、曲名がバックトゥーユーという曲です。8月頑張ってレコーディングしてね、ミュージックビデオとかの撮影も頑張れて応援しに行ったりして、すごい楽しいプロジェクトに参加させてもらったんですけど、本当これ誰でも参加できちゃうプロジェクトなので、興味があるなって方いたらぜひぜひ、素晴らしい曲を作るプロデューサーなので、ぜひ興味あったら参加して盛り上げていってほしいなと思います。YouTube でもう公開開始してるので、ジェフレトロで検索したら出てきてくれると思いますので、チャンネル登録もぜひぜひしてください、そして、ね、説明だけじゃなので、今回その音源を持ってきましたので、私個人的な珍曲ってわけではないんですけども、久しぶりの作品を皆さんに聴いてもらえたらなと思います。それでは、聴いてください。ジェフレトロフューチャリングサオリでバックトゥーユー。すいません、なんか音の関係で飛んじゃったみたいなんですけども、大丈夫ですかね、流れるかな、ちょっともう一回行ってみましょうかね。ちょっと今確認中みたいです。生放送ならではのトラブルがたった今起きてしまいました。聞いてくださっている方は貴重な経験ができていると思ってちょっとお待ちください。もし聞けなかったらね、YouTube でジェフレトロって検索してもらえるとフューチャリングサオリで出てくるので、ぜひぜひ、検索してもらえればなと思います。流れるかな、流れないかな、さっき流れたんだけどな。あとね、インスタグラムでもジェフレトロアンダーバーミュージックで検索してもらえると、出てきますので、ぜひぜひ検索してもらえたらなと思うんですが、どうでしょうか。興味ある人はぜひぜひコンタクト取ってみていただきたいんですけども、あ、なんかいけそうですかね。ちょっともう一度、はい、今チェック中なので、どうしようかな。じゃあちょっともう一個お便りを紹介その間にさせてもらっちゃおうかなと思います。じゃあこちら紹介させていただきます。ちょっとお待ちくださいね。はい、バンバンジー大好きさんからのお便りを、紹介する。すいません、なんかねバックミュージックが途切れ途切れになってしまっていて、こちらじゃあ紹介させてください。こんにちは、バンバンジー大好きですさんですね、いつも楽しみに聞いてます。ソリさん、今月はバースデー月ですね、おめでとうございます。私も実は9月生まれで日にちも近いので勝手に、親近感です笑い。今年のバースデーはどう過ごされるんでしょうか。今は制作期間中とのことなのでライブはせずゆっくり過ごされるんでしょうか。新曲が出たらすぐに聴くので、楽しみにしていますね。これからも頑張ってください。バンバンジー大好きさんからの、お便りをいただきました。ありがとうございます。ちょっとねやっぱ音響トラブルというものが起きてしまって、せっかくの、曲なんですが、皆さんこれは YouTube で聴いてください。よろしくお願いします。ちょっと晩にしてね発表してない曲なので、無理やりちょっと CD に入れてきちゃったからね、はい、すいません。では今日の本題に参りたいと思います。本日のゲスト紹介させていただきます。今をときめくギタリスト、売れっ子のギタリストです。鳴尾健二さん。はい、鳴尾健二でございます。すごいなんかチープな感じで紹介していただいてすごい嬉しいです。ありがとうございます。はい、ますお忙しい中来ていただいてね。いやもう。はい、すいませんね、私のギターの、先生でもあり、ね、そうですよ。で、ね、沙織さんの作品にも参加させてもらったりとか、うん、ライブとかでも弾かせていただいたりとかもしてね。このね最初にいつもずっと聴いてる、うん、もらってるモーニンググローリーでもレコーディングで、そうですね、参加してもらってて、はい、素晴らしいギターを弾く、とんでもないです、ありがとうございます、サポートでも、はい、いつも聴いて
くれてね、ありがとうございます。とんでもないです。素晴らしいギタリストさんです。ちょっと自己紹介お願いします。はい、自己紹介ね、はい、まあまあまあ、僕これ私勝手にプリントしてきたやつ読み上げた、あ、それ恥ずかしいですね。まあギタリストって言っても、なんか自分のなんだろう、うんうん、曲とかを弾いてるわけじゃなくて、まあ、いわゆるスタジオミュージシャンっていう仕事をやってるんですけど、はい、まあ、いろんな、アーティストさんとか、映画とかドラマとかのね、後ろで流れてる音楽のレコーディングに行ったりとか、まあ、ライブで弾いたりとか、まあ、そういう仕事してますね。まあ、最近だと今年は何やったかな、声優の水瀬いのりさんのレコーディングとか、あとシーモさんとか、あとはそうですね、歌手の上野優香さんとか、まあ、いろんなアーティストのやつとか、すごいですよね。引っ張りだこじゃないですか最近。とんでもないです。いやいやいや、そんなね、ギタリストの成尾さんなんですけれども、ありがとうございます。すっごいこの間久しぶりに、何年ぶり、1年ぶりぐらいだったのかに会って、うん、ご飯食べてたんですけどね、ちょっと忙しい中ちょっと出てくれてね、嬉しいです。本当ね、ちょっと一回ね、ここちょっと来てみたかったね、ラジオ出たいって言ってくれて嬉しかった、はい、嬉しいです。楽しいですか。はい、もう超楽しいんです。もうね、エンジョイしてる。さっきから生放送ならではの、あ、そう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 、ね、ハプニングもあり、はい、どうしようかと思ったんだけど、はい、ドキドキしてますもんね、はい、ちょっとまた改めて、曲は紹介しますね。そんなこともね、ある生放送ですので、はいはい、ちょっと放送禁止用語にはちょっとね、もう全然気をつけていこうと毎回思っております。私はもう絶対言っちゃいけない言葉をいつも握りしめて放送に至っておりますが、なるほど、これは初めての出会いがね、私すごい衝撃だったんですけど、ね、現場がどこだったかちょっと思い出せないんですが、どれだろう、どれだっけな、多分池袋だったと思う。あ、はいはい、あのライブですか。そうそう、あのライブで初めて会った時の、印象が、とりあえず iPhone ワウワウの人なんだ。 iPhone ワウワウ、 iPhone ワウワウって言って、これ、これちょっとラジオでは多分全く伝わらないですよね。そう、絶対伝えられないし、はい、いろいろダメなことも起きるかなと思ったんで、実際やってくださいって難しいと思うんだけど、はい、なろくんの iPhone ワウワウはね、マジで一回みんなに見てもらいたいぐらい。そうですね、僕も見てはもらいたいですね。あれはね、すごい異次元空間に行けるの、今多分もう聞いてらっしゃる方みんなポカーンと、どういうことって感じだけど、ちょっとそこを、ね、iPhone ワウワウでちょっと検索してほしいです ね、はい、ですね、何にも出てこないと思う。あとね、もうモーニンググローリーでもね、うん、お世話になったりして、はい、すごい初めての出会いがすごいインパクトが大だったので、うん、ね、仲良くさせてもらってて本当に嬉しいんですけども、はい、ありがとうございます。そんなおけんじさんにお便りが届いておりましてですね、はい、ちょっと紹介させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、こんばんは、いつも楽しみに聞いてます。なんだかこのところ暑かったり寒かったりで服装に困っちゃいますね。風邪にお気をつけください。今月の放送はゲストの方がいらっしゃると SNS で拝見しました。成尾さん、以前沙織さんのライブを見に行った時、成尾さんがギターで入っていました。嬉しいです ね、 ね、昨年のバースデーライブにもいらしてますよね。これもバレてたんだ。はい、イケメンだな、ギターすごいなと思って見てました、笑い。僕が見に行ったのが数年前で、確かステージの後ろに大きな月がある、素敵なライブハウスでした。名前忘れちゃいました。月見る君を思う、月見る君を思うだと思います、うんうん、あの時話しかけられなかったので質問させてください、うん、ギターを始めたきっかけは何でしたか。僕もギターを弾きたくて練習してますが、なかなか上達しなくて、何か練習のコツがあればお聞きしたいです。今日は楽しいお話が聞けるのを楽しみにしています。手紙読まれますように。暑いのが苦手さんからのメッセージですね。先生、はい、ありがとうございます。質問来ましたよ。そうですね、うん、これはね、楽しいですね、すごい難しいですね。何か、始めたきっかけ、うん、すごい正直言うと、あんまり覚えてないんです、うん、結論から言っちゃうと。本当、うん、はいはいはい、はい、割とそのなんて言うんだろう、音楽が好きな、まあ家庭ではあって、うんうんうん、でまあちっちゃい時からなんかもう音楽がもう近くにある環境だったので、はいはい、少なくとも5歳くらいの時はもうギターは弾いてたと思うんですけど、うん、でなんかなんだろう、他にもなんか楽器を習わされたりとかしてたんですけど、はいはい、まあなぜかまだギターを弾いているという、うん、はい、
すごいざっくり自分に合ってたっていう感じ、はい、うん、なんかそうですね、たまたま、まあ、続けてたら、うん、まあ、仕事になっちゃったすごい、すごいね、才能があるからこそ、うん、いやいやいや練習のコツっすね、コツはですね、あの、まあ、何でもそうだと思うんですけど、うん、やっぱりあのなんですか、ずっとなんか諦めないでやってたら、うん、まあ、上手になりますよね。確かにね、うん、続けることが一番、うん、まあ、難しくもあり大事なことだってよく、うん、あの高校の先生に私は習いました、うん、あとはやっぱですねすごいベタなんですけど、うん、なんかなんだろう、楽器とか練習する人ってやっぱりなんかうまくいかなかったりすると、うん、はいはい、なんかちょっと焦っちゃって、あー、なるほどね、弾けないテンポとかできないことにやっぱりチャレンジしちゃったりするんですけど、はいはいはい、できることからね、楽しく続ければね、いいんじゃないかなと思いますけどね。確かに、うん、いや、暑いのが苦手さん答えてくれましたよ、ケンジ先生呼ばれましたよ。ゆっくり練習して楽しくやってればですね、うん、気づいた時は上手になってる、お、名言いただきました、といいですね、ありがとうございます。いやいやいや、キュートゲー頑張ってください ね、ま、頑張ってください、暑いの苦手さん、うん、で話は変わって、うん、最近の活動なんですけど、私おけんじさんね、すごい偶然にも私知り合いが先月これ流してくださいって言ってくれた CD があって、はい、それが森口博子さんのアルバムだったんですけど、ね、はい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 、それね、あ、分かりました、何曲目ですかみたいなので、うん、やり取りをしてる中でその数日後におけんじ先生 の、 インスタグラムで出てきたんですよ、アルバムが、森口博子さん、そうなんですね、で参加してるんだって。そうですね、ね、参加してるんですね、びっくりして、いやこれ今月流すっていう話してたんすわって話でびっくりですよね。そうそう、だからなんかもう今回ねゲストとして来てくださるということで、はい、ね、ちょっと今日そのお話を聞きたいなと思ったんですけど、これはなんかあれなんですか、いろんな方が、うん、見たらね、お正光太郎さんとかいろんな方が参加されてて、作品自体はその、まあ、森口博子さんが、うんうん、ガンダムの曲とかが有名なのはあるんですけど、はいはい、まあ、そのあれで、うん、そのガンダムのいろんな曲を、まあ、カバーしたりとかセルフカバーしたりとかしてるアルバムに、うんうん、まあ、いろんなミュージシャンの方とか豪華ゲストを参加してるっていう感じみたいなんですけど、はいはい、そうなんだ、そうそう、たまたまそのアルバムの、うん、なんていうか、まあ、ディレクションでプロデュースしてるのかな、うん、僕がいつもお世話になってるプロデューサーの方が、はいはいはい、関わってらっしゃって、うん、でそのご縁で、まあ、僕も参加してるっていう、そうことなんですけどね。いやいや、しかも偶然にもね、はい、そのリクエストしたいって言っていただいてた曲が、はい、おけんじ先生が参加してた曲だったんですよ。嬉しいですね、すごいね、すごいなと思って、そうなんでちょっと今日、はい、早速なんですが持ってきたので聴いていただこうかと思って。これは流れるといいですね、流れるといいですね本当に、ね、今ちょっと流れますようにと皆さんちょっと願いを込めて、願いながら、ね、願いながらちょっと紹介させていただきたいと思います。では紹介させてください。森口博子さんでエターナルウィンド。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。バクティーはまた次回にします。そう、それでね、また来月ね。そんなことある？わかんない、ね、機材トラブル、まあ、でもね、まあいろいろつきものですね、機械ってね、やっぱトラブルご機嫌が悪くなっちゃう時がねあるんすよ、笑っちゃうくらいあるんすよ、ね、いや、ほんとほんと。告知はじゃあ、なんか大丈夫ですか、はい、どうしようかな、今26分だから、すいません、26分になったらフェードアウトでお願いします。まあ、あれですね、戦いですね、俺の音が鳴らないくらいで終わるかもしれないです。嘘マジ、面白い、結構ね、後半に出てくるんで全然何にもやぶさかではないですよ。結局途中から入ってるのは違う人だった。ね、アコースティックはね僕じゃないんですよ。そうなんだ。3番くらいから俺なんですよ。マジか。意外とね、意外と後々登場するんです俺は。ちょっと流したいんだけどダメかな。いや、いいんじゃない。26分、3分、4分。ちょっとね、うん、多分4分ぐらいでフェードアウトする。全然全く問題ないです。ちょっと私は個人的に聞きます。そうですね、うん、お家で楽しんで、昨日ずっと流して聞いてた、うん、文章と文章うちの文章文庫と。いや本当これ、うん、
この曲がいいって確か言ってくれてたんですよ。えーっつってめでたいね、聴いてくれてるといいな。この素晴らしいアコースティックギターは高潔さんっていうですね、うん、名前だけですごい画数がある人が弾いてますね。高潔さん、はい、なんかそれ私見たことあるかもしれない。すっごい難しい感じの人ですよね。オトループっていうバンドやってる。はい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 。なんで知ってんだろう、有名だからか。ちょこちょこライブとかいっぱい頑張ってます、ね、うん、うんうんうん。へえー、そうなんだ。ちょっとヒューンってヒューンって早回しとかできないサビになればね、かすかに俺も登場しますから。かすかに。あーマジで、いやー、びっくりした。機材トラブル、私ちょっと一瞬放送事故起こしかけたんだけど。いやいやいや、 2秒ぐらい止まったんだけど。あれくらいで焦っちゃう。大丈夫。せっかく今日流すから、ジェフレトロのプロデューサーがね、あのアプリを落として聞いてくれてたの。お、鳴ろきました。OK です。鳴ろきました。お、うっすら鳴ろきました。すごい。かすかに。あ、ギリ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 。いけいけ頑張れ。ギリギリじゃーんって言うんじゃないですか。本当？頑張れ。来い来い。これ？あ、もう結構鳴ってますね。おおおお。お、いいですね。5秒は聞ける。はい、ということでお聞きいただきましたのは森口博子さんでエターナルウィンドでした。ちょうどいいところで、ええ、あの健二さんのギターがふーんって流れてるところでね、はい、続きはちょっと、ね、続きはあのウェブでCD でね聞いてください。楽しみに、森口博子さんのアルバムに入っております。オケ先生、なんか告知は特に、うん、いや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 、もう全然そんなもん。インスタとかやってる？あ、SNS とかね。そうですね、まあそんなに何も書いてないですけど、うん、あ、でも私密かに鳴尾健二 SNS ファンなので、はい、皆さんちょっと検索してもらうと嬉しいです。すごいね、シュールな。そこで iPhone 1は危険じゃない？あ、じゃあもう投稿しといてくれ。投稿しといてくれ。その皆さんちょっとぜひぜひチェックしてみてください。そんな感じでね、今日はお忙しい中来てくださって、ありがとうございます。とんでもないです。ちょっといろいろトラブルもございましたが、いえいえいえ、もう超楽しいです。はい、もうぜひそんな感じで、はい、もう一回紹介しますね、今をときめく売れっ子ギタリスト鳴尾健二さんでした。はい、売れっ子でした。ありがとうございます。はい、そんな感じでお別れの時間が近づいてきてしまいました。この曲が流れてきたということはそういうことでございます。次回の放送日は10月の18日金曜日午後の6時を予定しております。次回の放送でですね、あるお知らせもしたいと思っておりますので、皆さんお楽しみに。なお、この放送は後日ドリームキングダムのラジオブログからもアーカイブでお聞きいただけます。またリスンラジオというアプリでもリアルタイムでお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。これからどんどん涼しくなってきてね、来月には寒いって言ってるんでしょうかね。皆さん風邪にはくれぐれも気をつけてください。それではまた来月の第3金曜日午後6時にお会いしましょう。ここまでお送りしたのは沙織でした。バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。機材トラブル。